はい。それでは本日は消防設備士の一類、超速マスターの第4章、構造と機能、そして工事と設備について解説をしていきます。こちらの参考資料に関しては番組タイトル下の説明欄にリンクが記載されてありますので、そちらからご覧ください。それでは本問題に入っていきます。圧力水槽、または高化水槽に用いる加圧送水装置に関する技術として誤っているものは次のうちどれかという問題になりますえ。答えから言うと1番が答えとなります。1番、圧力水槽には圧力系、水位系、排水管、 補給水管、吸気管、気水温上昇防止用逃し配管及びマンホールを設けることと書いてありますえ。今回の問題、この水温上昇用逃し配管というものは使わないということですね。このような圧力水槽と言われるものは、圧力水槽内、このような圧力水槽内に空気を圧縮したり、あとは空気を加、ね、圧したりして、その圧力によって吸水をする方式になっております。なので、このような空気圧縮等の供給管があるということですね。で今回言われている圧力系であったり、この水位系、そして排水管。 ですね、排水管そして補給管補給水管がありましてそして吸気管などが出てくるということですねで今回の問題なんですけどもえこのような水温上昇用逃し配管というものはありませんえこちらに用いられるものに関しては基本的には、えー、水温上昇用逃し配管といわれるものはこのような普通の加、えー、圧送水装置に用いられる時に、えー、用いられるのがこのここが水温上昇用逃し配管になりますえこちらがこの圧力水槽には使われないのでこちらもしっかりと覚えてください 続いて2番。圧力水槽の水量は当該圧力水槽の体積の3分の2以下であること。こちらは正解です。え結果から言うと、この数字は暗記になるんですが、このような体積の中の3分の2以下であることというものが正解になります。なのでこの3分の2以下貯めて,てくださいねというものをしっかりと覚えてください。続いて3番。圧力水槽の加圧用の気体は圧縮空気、窒素がつとうとすること。えこちらも正解です。 こちらは結論暗記になってしまうんですが、このですね、加圧送水装置と、加圧送水装置の基準の中に書いてあります。こちらの第1項から第2項あって、第4項のところに、圧力送水方、圧力水素方式の加圧送水装置とあります。この第4章の部分の第3項のところですね。 加圧用の気体は圧縮空気、窒素ガス等としと書いてありますので、まあ、結論こちらを暗記になりますので、まあ、このようなことが文言として書かれているのでこちらをしっかりと暗記してください。次いで4番。硬化水槽には水位計排水管、一水用排水管、補給水管及びマンホールを設けること。こちらは正解になります。このようなです、ねまあ、絵を思い浮かべれば大丈夫なんですがこの硬化水槽と言われるものは ビルやマンションなどの中高層の建物の屋上ですね。建物があったら、この屋上に設置される水を貯める容器のことを、このような高圧水槽と言います。高圧水槽と言います。なので、このようなものに用いられるものに関しては、水位計であったり、排水管、水溶配管、補給管ですね。このようなものが設けられているという流れになります。なので、今回、このようなシステムで、高圧水槽というものは濡れてっておりますので、こちらもしっかりと覚えてください。 続いて次の問題に入ります。屋内消火栓設備に用いる配管の材質の日本工業規格として誤っているものは次のうちどれかという問題になります。答えから言うと4番が誤っているというものになります。今回このような JIS の規格のものが4つ並べ,並べられています。金属製の配管の日本産業規格ですね。JIS と言われるものは Japanese Industrial Standard の略になります。まあ、補足なんですけども、ここが農業になったら JAS になりません、ね。GAS。 アグリカルチャスタンダードという形ににななりりまますすのでになりますこの JIS の中には次のものがあると。配管の日本産業規格にはこのような5つがありますよということになっております。1番で言われている、えー、水配管用のアイメッキ交換。そして2番で言われているこの一般配管用のステンレス交換。そして3番で言われている配管用の炭素鋼交換。こちらがまあ入っているというものになります。 まあそれ以外にも残り2種類あるんですが、まあ、結果から言うとこれだけ見せられても非常にわかりづらいので、まあ、この344とか345まで、まあ、ここまで暗記していただければよろしいのかなと思います。まあ、基本的に344とか345であれば、えーまあ、誤っている可能性は高いこれ。これでなければ誤っている可能性は高いということですね。今回言われている JIS の G5101 に関しては、炭素光中交換、交品ですね。炭素光中交品。 は、えー、バルブ類の、えー、材質規格になります、まあ、このようなバルブですねこ、ここを回して回すものですね。このバルブ用の、えー、規格になりますので、今回この4番が違うというものになりますので、こちらもしっかりと覚えてください。次いで次の問題に入ります。屋内消火栓設備の配管に関する記述として正しいものは次のうちどれかという問題になります。答えは4番の正解になります。1番、立ち上がり管にリフト,リフト系の逆指辺の取り付けと、 取り付けることができるが、スイング系の逆止弁を取り付けることができない。こちらの問題は不正解です。結果から言うと、リフト型の方は取り付けることができないが、スイング型の方に関しては、縦配管及び横配管にも取り付けできますよというものが正解になります。今回言われているですね、縦配管と言われるものは、まあ、このような縦の配管ですね。 この縦の配管のこの逆子弁、ここのことを言っているということですね。まあ、こいつがどういう形をしているのかということなんですけども、今回の問題、リフト型と言われるもの、もしくはこのスイング型になります。まあ、これ横なんですけども、こう縦にした時ですね。縦にした時が今回問われてくると。で、こう水が下からこう落下してくる場合、このリフト型に関してはここを上下に動かすので、まあ、水がどんどん下に行か,行かないよという形になります。まあ逆にこっちからこう言っても、 えー、こっちからこう行くときは、こっちからちょっと押しづらいという形になります。なので、このようなものを見ていただければ、ちょっとリフト型の方は難しい、微妙なのかなと、取り付け非常にしじくいなというのがわかります。ただ、スイング型に関しては、この下から落ちてくるものに関しては、ちゃんと留めることができますが、こう上から行くときは、ちゃんとパカッと開いてくれるので、まあ、横であったり、縦の配管にも使用できるため、このような今回の問題は、今回、こちらとこちらの説明が逆になっているので、一番は不正解になります。続いて2番。 1>, 1号消火線を用いる場合、支配管のうちの、うち立ち上がり管は、管の予備で 32mm 以上のものとするというものになります。え答えは 50mm が正解になります。な,なので、1号消火線を用いる場合、2しては 50mm ですね。1号消火線は原則として2人以上で用いなければならない大きな消火線。そして小さくなったのが2号消火線になります。なので、2号消火線を用いる場合の、今回説明をしているというものになります。2号消火線の方が簡易なので 32mm。大きい 一号消火性に関しては50ミリと。こちらも数字を暗記してください。続いて3番。配管の対圧力は、加圧送水装置の締め切り圧力の1.2倍以上の圧力に耐えられるものとする。こちら結論1.5倍以上が正解になりますえ。今回配管ですね。シンプルなこのような配管の圧力なんですけども、この、えー、電動機、えー、電動機じゃないです。この加圧送水装置のここですね。こ,こ、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 この、えー、が締め切ったとき、加圧送水装置の締め切り圧力。 締め切られた場所、締め切られた時の1.2倍と書かれています。1.2倍以上の水圧に耐えれるものとすると書いてありますが、1.5倍以上の圧力という形になります。なので今回こちらも数字の暗記になるので、こちらもしっかりと覚えてください。続いて4番。配管には基準に適合する合成樹脂の管を用いることができる。こちらの問題は正解です。もうこの通りですね。配管は合成樹脂性の管および 管継手、管継手の基準に適合する合成樹脂の管を用いることができるというものになりますのでこちらの文章もそのまま暗記してください今回の問題は答えが4番となります以上のことから1問目が答えが1番、2問目が答えが4番、そして3問目の答えが4番が正解となります